許さんぞ美月。待て、美月。僕を信じて、追いかけてきてくれて嬉しかった。わかった。でも今度こそ殺してあげる。なに、行くよ。ああ、君にはすっかり騙されたよ、美月。僕たちが戦う必要はない。黙れ黙れ黙れ。君は僕に嘘をついてた。僕は君を助けたいと思っている。助けたい、だったら。逃がさないよ、美月。私がもらってあげるわ。やめた方がいい。焦ってるのはそっちでしょ。顔に出てるよ。黙れ。私のとっておきのお人形さん。これぐらいがちょうどいいんだよ。これだからお坊ちゃんは。お前まだそんなこと言ってんのかよ。結局戦ってくれるんじゃねえか。うるせえ、お前のためじゃねえ。ああ、まあもう一回くらい人間を信じて。素敵じゃないものを増やすんじゃないわよ。あった。くっそ。あなたが素敵じゃないって言ったものの中にも、素直じゃないところとか、シャリンガンとかね。何やってんだよ。早く私を助けなさいよ。そんなやつ引きちぎっちゃいな。美月、絶対に許さない。死んじゃえよ。殺すのが目的なら、あの時君を助けたりはしない。だったら答えは出ている。僕たちは世界の守護者だ。君に何がわかる。クー様は人間のために。わかるよ。だからわかるんだ。何をだよ。君たちには意志がある。僕と君が戦っても何の意味もないよ。そうか、僕の手で殺してやる。どうした、戦うしかないのかい。やっとやる気になったか。敵へ見えつけ。ナイト、ヘビに勝つ。美月、僕の言った通りじゃないか。僕と君は赤土さんから三代目様をお助けするように言われてここまで来ました。いや、わしは逃げるわけにはいかんのじゃ。え？
ちるわけにはいかないのだ。材料さえ揃えばすぐにでもご用意できるのですが。人間の心臓が。美月、動かないで。分かってるよ、自分の体のことぐらい。言ったじゃないか、僕は守るものが欲しいって。クー様やキララ、過去、黒曜、君とボルトってやつのようにはなれなかったらしい。羨ましいな。君が言ったんだ、この葉にいた僕はずっと孤独を抱えていたって。それを孤独というのなら君の言う通りかもしれないって。でもそれだけじゃない、さっきも言ったじゃないか。すげえ、やっぱり過去も黒曜も。美月、僕たち友達だった。戦えるものは私に続け。はっ。美月、詳しいことは後で聞くってばさ。ボルト、お前こそ美月にやられた割に元気そうじゃねえか。鼓動の音がこれほど心地よいとはな。あなたは危険だ。ああ、それが人間だってばさ。ああ、三代目様、待ってください。急がねば。美月、なぜ裏切った。邪魔だ。ボルト、里を出る前に周りに協力を求める方法はいくらでもあったはずではないのかな。美月、違うって言ってやれ。仲間を名乗る資格はない。うるせえ。美月、この非常事態に杓子定規の返答なんていりませんよ。それはお前も同じだろ。はい、はい、ですから。それは七代目様は土の国に行こうとしているみたい。下手に動けば下人資格の剥奪だってあるんだぞ。でもあいつらのこと頼んだぞ。必ず全員連れて帰るってばよ。七代目様、お前たちボルトたちの力になりたいんです。おかげさま、お願いします。後で罰を受けるのは覚悟の上です。いい仲間に恵まれたな。七代目様、どうしましょう。ジャンナロー、キリがない。あんたは十分やってるよ。え、嘘、なんで。ボルト、クーはどこじゃ。わしをクーのところまで連れて行ってくれ、頼む。ったく、俺は乗り物じゃねえんだぞ。すまん。それに今の僕の体では大きすぎる力に耐えられないかもしれないんだって。僕は珍しく怒っているんだ。聞かんな。今のお主は苛立ちと憎しみに支配されておる。その私に憎しみがあるとすれば、それはすなわち、じいさん、あなたの意志は
器であるこの私が受け継ぐ。人とも限界剥離の術。どう見てもただの石ころだろう、こんなもん。この石はな、どれだか分かんねえぞ。俺、王の木、お前の石は世界をも変えうる力を秘めておる。壁に当たるうちそれを捨て言い訳し。大野木さん、大丈夫ですか？見つかったのか、お前が探してたものってやつは。それが僕の石だった。里を出てからいろんなものを見た。石英はそう言ってた。僕が空っぽかどうかは分からない。フルヤ、俺、お前がいなくなって初めてお前のこと何も分かってなかったんだって気づいた。何言い出すんだ。そんなことできるわけねえだろ。君たちを守りたい。見た目が同じかどうかなんてどうでもいい。それより肝心なのは、Thank you.